発言してください、はいおはようございます私、村人陣営でございます。うん、そうですね、超人急に局なので、でここ、神、え、し、ー、部屋ですね。神し部屋なので、まあ、あのー、例の、占いにはあ結構狼が出るのが多いっていうのかな。で、霊能は心境じゃないかっていう、まあ、流れなのかな、普通に。で、霊能釣りから行くっていう流れですね。まあ、それが普通の進行論じゃないでしょうか。 やってる人はよくやってる人は結構分かってるんですね、これ、多分ね。うんね。だから、いいと思いますね。うん、私はね、なんだろうな、黒塗りされたら、例えばね、あなた、黒いですねって言われた人にね、殴り返すんじゃなくて、じゃあ、なぜ自分が黒いと見られたのかっていうところをしっかり見つめ直して、それでも納得ができなかったら、その人を殴り返せばいいと思う。その人は人外だから、うん、自分が黒いって言われた理由が分かんなかったら。でも、それでただ殴り返すのはやめてほしいというところです。以上。1番。 のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。キ、え、ューバさんから始まり、私です。キューバさんは、安倍え何、ー、だっけ？殴り返されたら、えー、殴りあじゃあ黒く見られたら殴り返すんじゃなくて、えー、しっかりとその意見を受け止めるとそんな感じだったっけ？進行論的には。あとあれだよね。占いは新郎、霊能は新婦だよねっていう。正直色はありません。 色は落ちてません,ん最初は緊張してるかなと思ったけど最後の方はなんか普通に喋ってたなというのでそんな感じでああだな進行論私が最近思うのはあの誰々さん黒い黒くないとか黒いっていう時になんだろうなあのそれが本当にあのオオカミのする要素なのかみたいなそこら辺を考えてほしいなぁと思っております。 発言してください、はい、皆さん、おはようございます。二番工藤花丸って言います。よろしくお願いいたします。キューバーさん一番に関しては、あ、キューバーさん失礼。一番さんに関しては、それぞれ持論をおっしゃったような印象ですかね。気になったのは、九番さんの喋り方。うちの課長みたいな喋り方をするんですね。<laughs> うちの課長っていうのは。 右手と左手、これをごますりのポーズをしながらスリスリしつつ、立ちながら膝でリズムを取りながらしゃべるんですよね。非常に苦手な課長で、えーえー、それをなんか、うん、ちょっと苦手なプレイヤーさんなのかなと思ってますが、キ9番ーーさんがどんな方かはまだわからない、仲良くやっていきましょうといったところでしょうか。盤面が固まるまで楽しみに待っております。あなたの推理、花丸二重丸、丸っと見通し、工藤花丸でした。キャラ変でしたの 3番のプレイヤーは発言してください。さいえっと、占い CO で2番さん白でした。はい。<え>うん。2番さん元気なんで、頑張ってください。で、僕ね、1番さんと結構同じ考え方なんだよね。うん。でもね、なんつーの、あの、うん、みんなさ、ムラリある、なんて言うんかな、人は、ばっかの話してさ、うん。なんて言うんだろう。 うん、一番と同じで、俺も、なんつうの、狼はさ、狼利がある行動してくると思うんだよね。うん、でも、こういう話すると、大体ね、うん、疑われるんだよ、一番。<laughs> うん、一番、うん。俺もね、なんつうの、あの、やっぱり、ね、人狼殺ね長く、長くやっていくと、俺たち一番もそうだと思うけど、なんかやっていくとさ、村リある行動よりも、なんか、狼って狼利ある行動してんな、みたいな。 そういう発想になってくるんだけど、やっぱりね、あの、始めたばっかりとかはさ、その発想を理解してくれないんだよね。で、怪しいとか言ってさ、悲しく釣られるっていうパターンがね、最近多いんだよな。で、えっと、まあ、俺はね、一番さんは、うん、まあ、村なんだろうなとは思ってる。で、まあ、九番さんに関してはね、発見がちょっと、あの、少ないような感じがするけど、まあ、一周目の一番目ってことだからね。うん。 二周目から頑張ってほしいなと思ってる。うん、俺は、えー、っと、なんて言うんだろう、えー。占い師っていうのは、えー、発言が強い人、うん、そういうところを占っていこうかなと思ってる。なんでかっていうと、そういう人が、えー、白だったら、まあ、最終的に買ってくれる。うん、で、えー、黒だったら、まあ、つって、えー、退治するっていう感じかな、うん。まあ俺はそういう感じで占い師はやってる。うん、まああとね、えー、後半の人の話聞いて、 えー、占い先は考えていきます。4番のプレイヤーは発言してください、はい塩ないです。9番さん、1番さんに関しては、進行欄はもうおおむね同意って感じかな。もう同意以上、何者でもないって感じ。2番さんに関しては、片白だけど、気になる点が一つ。本当に課長がそんな、ごまをすりながら膝をくねくねさせる。そんなのいるアニメのキャラクターじゃなくて。嘘でしょ、これ。2番さん、怪しい。っていうのは、まあ、冗談として。 ま特に、ワンさんも特に印象ないかな。サンバさんに関してはね、発言力ある人を占う。これね、絶対口が裂けても言わないでほしい。占い師は絶対口が裂けても言わないでほしい。なんでかっていうと、みんなの発言が下がっちゃうから。発言力は下がっちゃうから。うん。だし、狼も発言力下がるし、村人も発言力下がっちゃうんだよね。だから、強気に攻めれないか、そういうのはね、口が裂けても言わないでほしいかなってところだね。まあ、印象が悪いって、まあ、あえて言っておきます。うん。しっかり発言してほしいよ、私は。強気に。で、あ、待って。 理解とくかで、安易にね、発言力ある人を占わないでほしし、ちょっと考えを変えてほしい、うん。ちゃんと占うんだったら、まあ、黒を狙うとか、あるいはなんか、まあ、確固たる意志があって、隠子郎を作るとか、そういう感じでやってほしいかな。なんか、発言力が多いから、占うっていうのはね、やめてほしい。もう全体の発言力が下がるから、うん、やめてほしいかな。それで変に疑われてもなって思っちゃうしね、みんなね。うん、だから、撤回してほしい。2週目でしっかり撤回してほしい。いうところだね。 で改めてどこを占いたいかとかも教えてほしいかな、うん、ってところだねうんまあこれでまあまあいいやうんまあそれはもう村のために言っときますところですね、まあ、印象悪いとはとりあえず言っときますねじゃ5番のプレイヤーは 発言してください。はい、おはようございます。私村人陣営です。霊、え、能、ー、を使用します。霊能を使用します。えー、えー、とでまあえっ、ー、と皆さん進行論で霊能からいきますと言っていたのでまあちょっとテンション低めですと雑巾のように扱われるんだなというところでえっ、ー、とテンション低めですとでそうですねもう一個1番さんから4番さんのところまでまあ特にえっ、ー、と考察というものはなくてまあ皆さんのえっ、ー、といろいろな、えー、進行論であったり。えー まあ、印象論というところ、そこら辺を聞かせていただいて、うんと、そうですね、まあ、えっと、目立っていたのは、私は9番さんと4番さんかなと、9番さんは、えっと、そうですね、なんか初めて聞いた進行論というか、えっと、あの、黒く見られた場合には、よく考えてから、えー、あれなら叩きかえ、えー やり返すみたいな話。なんかちょっと,、えー、と黒く塗り,塗り上がったら承知しないぞっていうふうに私はちょっと聞こえました。ちょっとまあうがった聞き方かもしれませんが。で、4番さんはそうですね、3番さんに結構、えー、と噛みついていたところ、まあ3番さんの発言、うん、まあまあ,あ、うん、そんなに深い意図で言ったんじゃないかなと私は思いながら聞いていたんですけれどそこ,そこでちょっと印象が悪いって言っていたところが、うん、うん、どっちの考察なのかなっていうところ。 うん、まあ、三四、ちょっと気をつけて聞いておきたいなというふうには思いました。はい、えっ、ー、と、そうですね。以上ですね。私、霊能です。以上です。うん。六番。のプレイヤーは。発言してください。はい、村人陣営です。えー、っと、そうですね。九番。さんが。九番さんが。あのー。あ、甘、まあ、い,いや近くからいっ。 4番さんが3番さんのことを殴ってたんですけど、うん、まあ4番さん、まあ占い殴って、あのー、白く見られたいっていうのもあるので、まあちょっと、その辺は4番さん考察伸びそうですが、今のところはちょっと印象悪い感じっていう変 <laughs> わってないな、これ。 あと一番三ん、三番さんがなんか、いね、うまい絵の悩みがあるらしいんですけど、<laughs> その縁はちょっとん、察せるように頑張,頑張ろうかなとは思いますけど、えっ、ー、と、あと九番さんが、あのー、なんか、冷静にみたいな感じでやってた、やって、言ってたと思うんですけど、 殴り返しに対して、それに対して2番さんは本当にできるのみたいな、実は黒いんじゃないのみたいな仕掛けをしてたのかなと思って、まあ9番さんは色見えないですけど、2>, け2番さんは白っぽいのかなと思って <laughs> 見てました。話聞いて5番さんに関しては、ちょっと、 ふふわふわ感があったのかなと思います次は白黒出し7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師です。1番さん白、1白ね。えー、と9番さんは、うん、最初の発言だし、分かんない。送信進行論もよくわからないで。2番さんはだいぶリラックスしてて、すっげえ面白かった。村でやったらいいなと思ってる。あの、ね、あののね占いもしようかな、どうか悩んでる。で えー、3番さん対抗ね、今日かうんあのー、ローどっちか分かんない。8の出方次第、うんねあのー。8の出方次第じゃ分かんないけどね、まだだから、ね、今日かうどっちか分かりません。そして4番さんがね、うん、早速、ね、一人しか出てないで、ね、占いにバカバカ殴っててね、あのー、6番印象悪いって言ってたけど、うん、僕なんかね、また印象悪い、いいとも言えないというか、 オオカミでも言えるし、うんあのーね、村でも言えるしさ、まあ、どんどんオオカミだろうが、ね、白だろうががンがン発言してけって、まあ、僕の理論だけどね あのー、確かにガンガン発言していく中にね、あのー、本当に村って人はどん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 白くなっていくしオオカミっていうのはどん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 黒が透けてくるからねいいと思うけどただ4番さんのその発言はね黒でもできるかなと思ってるから4番さんの色は全く分かんない、うん、黒も全然あるんじゃないかなって思ってるで5番さんに触れてた6番さんがちょっと俺の中じゃサイクロかなって思ってるうん。 ね、だって今例の1人しか出てないんで8の出方次第だけどさ、うん、8がこれで例の様ですなんつったら6の言ってることはなるほどってなるけどなんでそれ分かってんだ68で LINE でもあんのかなっていうのはまだ8発言してないけどねそこまでちょっとね見越しての5番殴りなのかなと思っちゃった6サイクロ1今のまんまだとねただ2週目聞かないと分かんないんで、うんあのー、2週目頑張ります8番のプレイヤーは これ俺考察の必要がないな。い俺占い師で5番さんに白が刺さってます。はい。えー、<laughs> 面白いな、これ、えー。3番さん。<ー>えっとね、<く>なんで3番さんは、えー、まず9、一としてグレーとして、まだ9番さんが残って、なんで1番さんのことしか触れていないのかな。1村なんだろうな。なんであなたは占っていない1番さんのことを村置きしてるんですか ?1 番の村が透けてるんですかそれとも1番さんが相方なんですか、えー、?7 番さん、6、8ラインって何でしょうか 6がサイコロという目線で私は7番さんと同じなんですけど、まだ発言もしていない。なぜ私と6番さんを LINE でつなげるんでしょうかはい。もうこの時にいろいろさせてほしいです。今日もう3、7、どっちでもいいです、私は。はい。どっち釣り切りでもいいです。あとはもう私が <laughs> ラストグルフ探すだけです。正直価値格だと思ってます。以上です。9番のプレイヤーの発,、ねね、発言してください。はい。おはようございます。2週目ですね。えっ、ー、と、これ、例のが合試確定で、 378が 3C を売らないってことでしょうかね。で、いいんでしょうか。ってことは、これも 8C はじゃないかなって思うんですけどね、普通に。普通に37からいっていいんじゃないかな。うん。8C でしょうって思っちゃいます。でも、6番さんのん旧進行論よくわかんなかったっていうのは、なんかなん、なんでそこ殴る必要あるのかなって思っちゃいましたね。うん。なんかグレー、グレーからオオカミ出したり、人狼なのかなって思っちゃった。わざわざ。うん。 どうだろうな、八出たのがね、どうなんだろう。でも逆、その三七っていうのは、いや逆に締め取りに来たオカメあるよっていう風に訴えかけてくると思うんだけども、今のところは三七どちらかからいきたいと思ってる。村の投票合わせないといけないから、自分は三にしようかな。一番のプレイヤーは発言してください。なんで九番さんは八をそんな新置きを。 できるんだその勇気は素晴らしいと思うが、うん、だから逆,逆に理論、9番さんが <laughs> この2世陣営だったら、黒陣営だったら、そんなからさまなことするのかなと思ってしまうよね。8番さんの位置は、8番さんは分かるよ、自分メッセージはそうなるっていうのは。でもでも何だろうな、37の、あのー、内訳 ととかとかグレーどこいるかとか、怪しい人がいるかとか、例えば俺怪しいなら何なかその理由ってくれれば俺もこう、弁明できるじゃないですか。そこらへん言って欲しかったな。ぜひ、死んだらあれば。ちょっとね、考えますね。これは黒釣れればね、強いんですよね。しみじみと思いますよ。しみじみと。どうだろうな。正直。 あんまだ378の黒要素がひ、黒い要素がないかな。8番さんに関しても今すぐ終わってたのは引っかかるけど、それを別に7番さんに関しても、あ、でも7番さんはなんで68狼を終わせたのかなっていうのはあるのかな。なんで,でだっけ ?6 が5に触れた。 んあ6 8番さんが霊の出てる68それはちょっと無理やりかなとは思いました7番さん3番さんああ3番さんちょっと気になったところがえ俺も正直初週全然発言できてないと思うんだよね9番さんの方が発言少なかったっていうのは違うかなと俺もだよと思ったけどそこら辺をぜひ378番さん言ってほしいごめんなさいまだ打ち明け全然わかんないです 2>, 2番 のプレイヤーはは発言してください、はい、えー、と占い師ローラーですね、えー、と最初にちょっとこっち言いたいことが8番さんにあって、まあ、3人目に死をしているっていう事実、プラス、まあ、なんかテンション的にはシンっぽいなって、ある程度評価してるので、8番さんに言っとくと、誰か、なんか獣が1番さんも言ってたけど、あんまりあぐらかいて座ってると足元をすくわれると思いますよ、陣内に、あなたがシンの場合っていうのは、うんうーん。どうだろうな、僕が狼だった場合っていうのは、あなたに偽塗りするのも結構いろいろ理由はつけられるなと思ってるから。 例えばグレー精査をしてな、ね、い、あなた視点でほぼ価値観みたいな発言がありましたが、全然後グレなんであなた、あなた視点ね。価値観の場面ではないし、それがグレー精査を探る理由にもならないし、うん、結構ピンポイントで来はあなたは当てられなきゃいけないと思ってますよそうそうそう。厳しいんね。って感じですね。ただまあ、3番さんか7番さんに入れようかなと思ってますが、現状、占い師ローラーが来るとか持ってなかったので、難しいですね。そこまでしっかりと精査をする気がなかったから、現状わからないっていうのが骨でしょうか。 3番さんはどうですか発言力高い人の色見たいって言ってたけど、現に色が見えたであろう、俺の発言力ってどうでしたねえねえ、3番さん。<laughs> 人言って申し訳ないですね、ほんと1周目は。あー、困っちゃったな。本当に困ったなってところですね。そんな伸びないです、今から俺の発言は。うーん、まあ、3人からついたいかな。あー、3人目ね。3人目が出るか。7番さんが黒であった場合っていうのは、 7番3視点は3は進か今日、まあほぼ芯で見て占い師をしている状態なので、7番3視点8が、えっと、そのまま潜ってる可能性もあり、6番を殴るか。ならば7は結構6釣り寄さなきゃいけないんで、76あんまないかなってぐらいですかね。うん。まあ6番さんの発言結構不思議ちゃんだなと思って聞いてましたけど、それぐらいかな。<laughs> はい、以上。 3番のプレイヤーは発言してくださいああ。9番がすげえ俺を叩いてきたけど、まあそれはまあよしとしよおこう、うん。2番頑張ってくれ。うん、で1番はね、まあ、思考が結構俺と似てる部分があるから、まあ2番,2番じゃない、1番に対しても頑張ってくれって思う。うん、で、4番さんに言われたんだけど、まあ、なんつうんだろう、えー、っと、俺の発言で、うん、狼がそれで発言を。 弱くするんだったら、村からしたら、うん、そこってさ、別に釣り位置で上げていけばいいわけだから、うん、俺の発言で、ね、なんか、みんなが、うん、どうこうするっていうのは多分ないと思う、うんね。村人だったら怪しいところをさ、バンバン叩いていくだろうし。うん、だから、まあ、例えば6番とか9番とか4番もさ、うん、俺を叩いたりとか、他を叩いたりとかしてるわけじゃん。あとはみんなが自分おののを精査していく部分だから。 で、そう考えると4番さんはさ、例えば俺をこう叩いてきたから、うん、なんつーの、俺に占われるリスクもあるわけじゃん。うん、そう考えたら、えっ、ー、と、なんつーんだろ、村なのかなって、うん、俺も考えるしさ。だから、うん、まあ、なんつの、発言たくさんしてくれるってことは、俺にとってもね、うん、すごいいいことだし、村、うん、にとってもいいことになっていくと思う。で、まあ、とりあえず4番さんに頑張ってもらいたいっていう。 ことが一番なんだけど、そうだね。俺はほぼほぼ八が偽なんじゃねえかなって思ってる。狼ね。うん、狼、うん。3番目に出てきたからね。うん、で、5にしろって言ってるわけでしょ、うん。だって占い師だったらさ、5白だったらさ、なんつうの別に全然嬉しくねえからね。うん、全然さ、うん、グレー、グレーが広くなっちゃうから。うん、だから狼だとの八は。うん。強靭で出てくるメリット的にはあんま感じないから。うん 八狼神、七強人、うん、俺は八に投票します。四番のプレイヤーは発言してください。今日は三を釣ります。今日は三を釣ります。まあ発言が矛盾してる一週目と発言力のある人を占いたいって言って結局発言力みんな発言してくれるのが理想的って言うんだったらだったらなおなおさらのこと発言力のある人を占うなんて言う必要はない。 し、あとは、2頑張ってくれ。ここによくわかんない。なんで2を応援してるのあなた目線狼を探すべきでしょう。そんな、2を励ます余裕があるんだったら。2、3、狼なんですかとも思っちゃった。うん。う全く2に触れる必要がない。そんな、そんな時間があったらグレー精査をすべき。もう今日は3を絶対にする。んも、んはない。もう絶対切る。んは絶対切る。 で、一番新名が高いのは7番さんがね、6、8人狼がすごい分かったよ。1番さんはそれが分からないって言ってたかな、確か。うん。無理やりって言ってたけど、全然無理やりでも何でもないと思ったよ。6番さんが、5番さんをやたら殴る。で、しかもこの順番で殴って7番さんが占いしようでしょ。で、8番さんが狼で、8、6狼で、で、例のに出るよって8番さんが夜チャットで言ってて、で、急に、あの、8番さんが、いや、それだと7番さんの発言を受けた後、あと、あとバレると思って、 あの占いに出たっていうストーリーリも考えられるよね、うん、っていうところから7番さんすごい新目高いなって思ったよ。で、2番さん、えっと誰だっけ ?2 番さんか。2番さん7番さん釣るの ?7 番さんから全くニース予想も感じなかったけどね、うん。ちょっと不自然かなと思った。8番さんを励ましてるのもね。8番さんは一番あなた不利なんだよ。八角とか言ってたけど。うん。2番さん説明してくれたけど、えっと、レノに白が刺さってるんでしょ。だったら一番厳しいんだよ。グレー広いから。うん。だから、それで八角っていうるのは謎。 とこだ,なだから新耳を持ってるのは7番さんで一番釣りたいのは3番さんだね、うん、だから783の順で新に見てるってことかなでは、えっと、7番さんのストーリー的に、えっと、6824回もあるかなとも思ってるはいそうですねえー、っとそうですね私も 結構4番さんと優先順位が同じかなと思っています。えー、と3番さんが、うん、ちょっと黒いかなというふうに思いました、えーとまあで。サマーさんの発言で気になっていたところで、でね、占われるリスク、4番さんに対して占われるリスクというのを問いていた。それはリスクリスクリスクうーん私、これ3、4の3、4ラインあるんじゃないかなと。4番さん、初日からバンバンライン切ってましたけれども。 うん、3、4、ひょっとしたらあるんじゃないかな。4番さん単体で見ると全然白く聞こえるんですけど、3番の発言的になんかちょっと4とのラインが一瞬見えた気がしました。えっと、あと8番さんは、うんそう、4番さんがおっしゃってた通り、私に白出しっていう、私、まあ、白角のところに白出しっていうのは、まあ、ね、えっと、大りはあるけれども、むらり,りはあんまりないかなというところで、まあ、怪しいな。ただ、発言からすごい、えっと、黒目みたいなところはありまそね。ど えと2番さんあたりが、えー、指摘していた、えー、5, 5, 5, つ5箇所グレーがあるところをちゃんと考察しなさいという指摘はあるにせよ、まあ、発言としては、えーまあ、しっかりとした発言されてたので、まあ、そ,の面その点ではまあそんなに、えー、めちゃめちゃ黒いというほどではないんですけれども私は3から今日は行こうかなと。で7番,さんそう7番さんはね8番さんが えと霊能で出る可能性、まあ、これは普通に類,類推でいきますよ、ね、もうあと1人しか残ってなくて、えー、と占いが2と例の1だったら次例のが1出てくるんかなっていう意味で例、えー、の出てくるだろうというような感じのことを言って6ラインって言ってた番のプレイヤーは発言してください、はい、まず一番最初になんか9番さんが私が殴って。 って言ってたんですけど全く殴ってないんでちょっと多分把握もれだと思うんであの一の再確認しておくてできっとしといてくださいえっ、ー、とあとですね7番さんが6番8番にラインがあるって言ってるんですけどそんだったら私は8番全然つってくれてもいいしでも やっぱ7番さんそういうふうに言うってことは、私は白なんで、うーん7番さんなのかなそう、そう、そう、そう言ったら8番さんシーンだ、シかもしれないし、うーん<笑><笑>私は白だから8番さんはシンかもしれない。それをつなげて2人を黒にしてるんで、7番さんがやっぱ一番怪しいのか。 止まっています。えー、っと、7番さん入れます、私は。あと、5番さん <laughs> ちょっと、前の週、ちょっとあんま一緒なくて、なんでメモってなかったのかなと思って、多分、ふわふわしてるときメモってないんで、ふわふわって言っちゃったんですけど、例のだったから、多分何も書いてなかったんですね。えー、っと、一丁です。そんな感じですかね。 うん、いや占いは入れますうん<ー>、<ら>これどうする、こ発言してください。今の発言でみんな聞いて分かったでしょ、6のこの黒目。<laughs> すごいね,ね。もうね、自分のね、あの僕が真の占い師だって分かって、あ、私黒だから6、8で終わるなんて思って、あれしたんでしょ。 3はだからね、俺目線巨人もし3を、多分俺も3行こうと思って、村の意見がそう言ってるからね。うんあのー 1,2、ね、とか4とかも3いくなんつってたからさ、1ってだけ忘れちゃったけどさ、うん。でね、あの、3いくっつ,つか、じゃあ俺も表合わせて3いこうって思ってんだけど、うん、別に巨人でもね、人狼でも、どっちもね、1周目人界釣れんだったら美味しいからね、3でいいと思ってるよ。と、うん、いうことでね、あの、もし3で5番さんが色出て狼だっつった場合、俺は3が黒だったら2だと思ってる。なんでここ励まし合うのって。5番3あたりだっけ3、4かなって言ってたけど、 うん、4があんなライン切りするかなって感じ。うん。4ワンちゃん村なんじゃないの ?4 村で6黒でっていてて、で3が黒だっつったらあの2黒になるんだよね、俺れん中ではね。で68ってもうこれ、4番さんよく行ってくれたなって思ったけどさ、本当にその通りなんだよね。うん 本当にやべっつって、ね、あの、占いで出てたんでしょで、珍しい、ね、あの、この、ね、3人占いローラー場面になったって。俺の言ったことがつぼしだったんでしょ ?8 番さん。俺個人は8行きたいけど、ね、村が3行く3行くって多いから3行くけどさ、全然。ね、票合わせねえとね、あの、変なところ行ったりする可能性あるからさ。うん。俺個人の意見としては8行きたいなと思ったけど、一応3ね。その次8行ってくれたらいいかなと思ってるよ。以上。8番のプレイヤーは 発言してくださいじゃあ俺出れ,れば俺は7入れるよで、えー、6番のこと臭すぎるよねじゃあ787番じゃあ生き残ってたら6番占おうよ4番目線もそれでいいでしょ78どっちの方か振動だと思ってるなら6番占おうよって感じ、うん、もう3番でかなり強人ムーブが落ちてると正直思ってるよで6番6番ほんといらないんだけど正直6番釣りてんだけどどうかな <laughs> ダメだよねそんな飲めないよね <laughs> いやーすまんけどわかる。すぎる何なんなこれポンコツな村だな、ポンコツなクローン。すまんけどわかるわ。えー、2と4は正直これ白いかなって思ってます。はい。てか、コインがね、追加できないからね、かなり端折って話すしかないんだよごめんね、めた考察で。うん。ではね、7がどうだとしては6、7は正直薄いかなと思ってんだけどね。今日俺7番差で言いますよ。3番明らかに強ムーブすぎだと思います。投票を始めてください。 ありええー、に白いの白くはないと思うけどな白いの712白7の強が分かってんのか3番のプレイヤーが選ばれました8黒81黒かこれあるか安心の のプレイヤーは発言してくださいあははよくぞこの狼の俺を当てた狂人貴様に殺されたぞ<笑>,笑っちゃうね俺の相方は6番だ <laughs> 俺の相方は6番だ狂人貴様に俺は殺された夜が来ました目を閉じてください とりあえず人外使用してくれたのはありがたいね2戦目って言ったのは出現でしたね朝が来ました 昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、とあすいませんえっ、ー、とチャット書いてて皆さんの読んでたらえっ、ー、とあれでした、うん、3番黒ですね3番黒3番黒でした 人狼でで、したで。そうですね、えっと、初日私は7の方が白目って思ってたんですけど、ああ3が、えー、と強人ではなくて人狼だということであれば、人狼だということであれば、ちょっと7も臭いかなと思ってて、7が6、8って言った時に私は、えー、と強化、えー、と進か,かなというふうに思ってたんですけれども、えー、と3番が、えー、人狼っ 強陣じゃないということになったら7が今日の可能性もあるかなとは思っています。ただ、とですね昨日8番さんがね8番さんが結構3ではなくて7に行くってえっ、ー、と結構言ってたんですよね。そこがちょっと <laughs>、うん、あまあでも見えないのか盤面見えない。残のかな。うな、うん、盤面見えないから何とも言えないな。うんちょっと78どっちか分からなくなりました。えっ、ー、とこの後考察し,します。 6番のプレイヤーは発言してくださいうん3番さんが何か私黒とかうーんもう困りますねこれねっていうことは8番さんも黒かあ黒じゃない強人なのかじゃあ7番さんシーンなのうーん 納得でできないですね7番3白でで6八だと思ったで私に白だしうんまあでも今日私釣った方が勝てるのかな うーんと。パンダね。さっきと同じだね価値近だね。黒出てるから、うん。まあちょっとその辺の計算はお任せします。あのローラー続行するなら、えっ、ー、と8番でも確定なんで私は。うん、もし私の、なんだっけパンダ パンダを見た方が勝ちやすいんだったら、あの私にしてください。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。6白なんだけどね、8の破綻が見たいんだったら6いってもいいと思ってるよ。8絶対破たすっから、6いったら。うん、あのこのムーブ、ね、発言も少なければ、まあコインがないとはしょうがないかもしんないけど、うん、68かなって思って、ね、6白だったから2黒だと思ってるよ、俺。 うん、4かわれたしね、ああ、これで、あの、なくなったなって、3、4って1000もあるのかなって思ったけど、なくなったからね、うん、2で黒で終わるんだけど、うん、8のね、偽要素っていうのをね、あの拾っていいんだったら6いってもいいかなって思うけど、ただ、俺はね、うん、8そのままいっていいかな、もしくは2いってくれたら、俺を死んでおいてくれるんだったら2か8いってほしいかなって感じかな、うん、そんな感じだね、6いってもいいけどね、全然。うん。 9とか1とかの、あのー、あと2かの、あのー、判断に任せるよ。俺合わせるよ。うん。えー、っと、6、8、2のどれか、以上。8番のプレイヤーは。これ、7番さん、かわいそうだな。わう <laughs>、わう、わう。はい、6番さん、まさかの黒です。7番さん、かわいそうだな、これ。<laughs> 7番さん、頑張ってたよね。えー、っと、それぞれ俺ついでもいいですよ、もう <laughs>。もう3で黒落ちてんだから、6ついでればいいでしょう、もう。あ,あ。 でも俺もう仕事あっていうか、俺ついでも別にいいですよという感じ。はい。<laughs> これひどいなこれ、オオカミかわいそすぎる、これ。なんで7番さん目線、なぜ3人なんですか ?3 番さんの片白だからですか ?3 人ってちょっと露骨すぎて、私は2番さん裏なきゃ花かありませんでした。はい。いやね、3番さんの遺言で、あれ、これ、強人で人狼アピなのかなと思ったら、まさかの本当の人狼かよ。<laughs> これは広い。いや、この村広かったね。うん。早く終わらせたいな六6番さんつって次の村行きませんかはい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。うーん、でも8が初日ね、8が一目初日言い,言い忘れちゃったんですけど、8がね0なら別にそこで占い出てこなくても、霊能で22番目にすればいいと思うんですよ。うん、でそこでね多く、占い出てくるっていうのが、 うん普通に8芯だっていいと思うんですけどね。自分狩人ですね。自分昨日はあの5番さん回りました。あけどまあ,あの4神っていうことでね、まあ、ずらしてきたのかなって感じでね。で、まあ、5番さんが黒出したんで、5番さんとしてはもう仕事が終わってますよね、5番さんは。だから自分今日は五番、次はもう8番さん回ります。8番芯だと思ってるので。で、えっ、ー、とー、それね。今日6つって、あした、うん、まあ、自分噛まれて、 で、えー、決め打ちになるのかな、これ。でも六つって終わらないってことはさ、ワンチャン一人いる可能性もあるってことだよね。そこなんだよ、難しいところが。なんか近くじゃん。8目線、1> 1 <番 S 2> いや、7目線にクロック確定でし 発言してくださいなんかデジャブですね。6番さんつって6番番さんつって終わらなければ7番さんが真になるよね9番さんそうだよね8番さは破綻してるから7番んが真3番さんが霊能で黒出てるからで9番さんは6番あじゃ六6番さんつって終わらなければ9番さんは次7番さんを守る真だから。 7番さんは6 1白って出して9番さんが狩人4番さん狩人を追う <laughs> 追ったら大変なことになっちゃうんだけどそしたら負けか6番さんで終わらなければもう2番さんっていうあれなんだけど2番さんがなんか新郎を追うのかな追ったら臭いね 9番ん、4番んがあれを追う追いたくないけど、今日は6番さんずりで9番さは次7番3も、これも合わせてデジャブだから。まあ、おそらく初日から6、7か6、3っていう目線だったんで、まあ、6番さんでしょ、4番さん襲撃されてますし、4番さんみたいな鋭い人ってねやっぱ噛まれるなと思いますね、こういう場面では。8番さんに昨日僕が投票したのは、レムマスが確か暴言を吐いた人、 メタですがという前提の枕言葉を使う人は釣りましょうとおっしゃってたんで8番さん釣ろうと思ったんですけど意外と <coughs> 釣られなかったですねルール違反だと思いましたけどね6番さん釣って終わりです以上あ本当は言ってたねすい 1>, 1番さんの言う通り9番さんは今日7番さん声してくださいねそれでどっちにしろまあ終わると思いますが投票を始めてください 見逃してたなんで初投票したんだろう,う,うと6番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了 <laughs> 村人の勝ちです。 やっぱ2-2が強いんだなって <laughs> 無理 <laughs> <laughs> GG